お元気ですか、ボクシムでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョン開封動画後編の10パック開封していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。オリックスバファローズの、これはチェックリストでございます。西武ライオンズの、源田壮介、内野手でございます。はい、広島東洋カープの森下雅人投手でございます。でこちらがですね、銀箔でございます。で、千葉ロッテの、ポランコ外野手でございます。ソフトバンクホークスの和田剛投手でございます。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手でございます。で阪神タイガースの森下翔太外野手でございます。広島東洋カープの中崎翔太投手でございます。ソフトバンクの開拓や星野キラでございます。で、こちら東京ヤクルトの吉村浩二郎投手のこちらクロスカードでございます。2袋目でございます。横浜 DeNA の井上健人内野手でございます。北海道日本ハムの山崎福也投手でございます。今年ね、オリックスから、FA で加入しました。読売ジャイアンツの、これはバルドナード投手でございます。で、東北楽天のこれはチェックリストでございます。広島カープの矢野雅也内野手でございます。ヤクルトスワローズの石山太一投手でございます。北海道日本ハムの松本剛外野手の平でございます。ソフトバンクの中田圭介内野手でございます。で、千葉ロッテの、これは山口浩輝外野手の銀箔サインカード付きでございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。3袋目でございます。で、北海道日本ハムの、山崎福也投手の、クロスカードでございます。で広島カープの小園海斗内野手でございます。横浜 DeNA の宮崎敏郎内野手でございます。中日ドラゴンズの村松海斗内野手でございます。で、これは横浜 DeNA のこれはチェックリストでございます。でヤクルトのヤフーレ投手のキラでございます。
で、楽天の、これは清宮幸太郎投手でございます。で、これ始球式カードでございまして、タレントの、これは雪平、リサさんの始球式カードでございます。はい、こちらでございます。で、オリックスの、中川圭太内野手でございます。ソフトバンクの有原航平投手でございます。4袋目でございます。で、こちらね、ソフトバンクホークスのこれチェックリストでございます。日本ハムの松本剛外野手でございます。で、埼玉西武ライオンズの増田達志投手でございます。オリックスバファローズの平野義久投手でございます。東北楽天の小郷裕也外野手のこちらですね、これ赤白でございます。25尻でございます。わかりますでしょうかね、これ赤白でございます。はい、違う、はい、で、続けていきたいと思います。横浜 DeNA のこれは東、これは勝樹投手のこれキラでございます。中日ドラゴンズの松山真也投手でございます。で、クロスカード横浜 DeNA の石上大輝内野手でございます。広島カープの床田博樹投手でございます。阪神タイガースの坂本誠志郎捕手でございます。5袋目でございます。広島カープ、失礼しました、楽天のですね、則本貴弘投手のクロスカードでございます。失礼いたしました。ソフトバンクホークスの、川村唯斗外野手でございます。はい、で、こちらがですね、ソフトバンク、和田剛投手のカードなんですが、ちょっとね、色が若干なんか、なんか光ってますよね。こちらがね、100枚限定の 100C のカードでございます。はい、続けていきたいと思います。日本ハムの万波中正外野手のキラでございます。で、広島東洋カープのこれはチェックリストでございます。中日ドラゴンズの田中美希や内野手でございます。で、失礼しました、千葉ロッテの岡博美外野手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。で、スケートボード、これはバークでしょうかね、開ココナ選手のこれは始球式カードでございます。ちょっとね、こうなっております。はい、ヤクルトの塩見康隆外野手でございます。で、読売巨人の船場様広正投手のカードでございます。
6袋目でございます。埼玉西武の竹内夏樹投手でございます。千葉ロッテの沢村博一投手でございます。で、読売ジャイアンツの萩尾雅也外野手のこれ、ね、カードでございます。で、北海道日本ハムの北浦龍司投手でございます。オリックスの、これは曽谷雄平投手でございます。東北楽天の内星龍投手のこれはキラでございます。で、阪神の伊藤将司投手でございます。ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。横浜 GNA の、桑原正幸外野手でございます。で、読売ジャイアンツ菅野智之投手のクロスカードでございます。7袋目でございます。東北楽天の、これは松田拓磨投手でございます。ソフトバンクの牧原大成内野手でございます。で、千葉ロッテの、外内野手でございます。横浜 DeNA にもね、在籍しておりました。で、埼玉西武の栗山匠外野手でございます。で、始球式カードでございますね。歌舞伎俳優の松本幸四郎さんでございます。はい、こちらでございます。読売ジャイアンツの、山崎伊織投手のこちらでございます。で、ヤクルトスワローズのサイスニード投手でございます。広島カープの、秋山、翔吾外野手でございます。で、クロスカードですね。中日ドラゴンズの岡林勇樹外野手でございます。で、阪神タイガースの中野拓夢内野手でございます。8袋目でございます。阪神タイガースの、西勇輝投手でございます。広島カープの田村俊介、外野手でございます。ヤクルトスワローズのホセ・エスパーダ、投手でございます。中日ドラゴンズの岡林勇樹外野手でございます。で、埼玉西武の今井達也投手でございます。で、これは始球式カードでございます。ボーイズ&メンで
定しようかね、これね、エンターテイメント辻本辰徳さんでございます。で、北海道日本ハムの加藤貴之投手でございます。ソフトバンクの東浜尚投手でございます。東北楽天の小郷裕也外野手でございます。で、埼玉西武の蛭間拓哉外野手でございます。9袋目でございます。ソフトバンクの尾形陸外野手でございます。外野手でございます、失礼いたしました。読売ジャイアンツのオコエ瑠偉外野手でございます。東北楽天の早川隆久投手でございます。横浜 DeNA の、これは徳山聡真投手でございます。はい、こちらでございます。阪神タイガースの島本博也投手でございます。で、東北楽天の鈴木大地内野手のこれキラでございます。で、ヤクルトのヤフーレ投手でございます。で、こちらですね、佐々木朗希投手の、わかりますかね、この、花火のね柄でございます。こちらがね、300シリ限定カードでございます。ちょっとここに置かせていただきます。オリックスバファローズのアンダーソン・エスピノーザ投手でございます。で、埼玉西武ライオンズのこちらチェックリストでございます。で、最後の10袋目でございます。埼玉西武ライオンズの金子雄二外野手でございます。千葉ロッテの鈴木翔太投手でございます。で、日本ハムのパトリック・マーフィー投手でございます。で、楽天のですね、コディ・ポンセ投手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。で、始球式カードでございまして、俳優の柳葉敏郎さんのこれカードでございます。始球式カードでございます。で、読売ジャイアンツの菅野智之投手でございます。中日ドラゴンズの細川誠也外野手でございます。横浜 DeNA の筒香嘉智外野手でございます。で、ヤクルトスワローズのサイスニード投手でございます。で、最後は読売ダイアンツ戸郷翔征投手のクロスカードでございます。以上で BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョンの開封動画後編10パック終わりたいと思います。で、後ほどですね、後ほどじゃない、後日ですね、エポックの、
西武ライオンズと中日ドラゴンズも購入しておりますので、届き次第どちらかをね、が、先にね開封動画として、上げていきたいなと思っておりますのでね、よかったらそちらもぜひ見に来てください。でまた、私のサブチャンネル僕の料理チャンネルでは毎週夜のね夕飯動画を上げております。また毎週水曜日の昼頃に、試食動画を上げてまして、カップラーメン、カップ焼きそば、冷凍食品を上げております。でたまに気まぐれでチョコボールチャレンジをやっておりますので、私のサブチャンネル、僕の料理チャンネルもぜひよろしくお願いいたします。で最後はですねこちら、佐々木朗希投手のね、限定カードを出して、お別れしたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。